米の買い取り政策をめぐり職務怠慢の罪に問われているタイのインラック前首相の判決公判が予定されていましたが、前首相は欠席しました。首都バンコクの最高裁判所前から中継です。裁判は1時間ほど前に始まる予定でしたが、たった今入った情報ではインラック前首相は裁判を病気を理由に欠席したということです。しかしながら裁判所はそれが嘘だとして逃走した可能性があると話しています。周辺には今も多くの支持者らがとどまり、動揺が広がっています。インラック前首相は首相在任中に米買取制度をめぐり国に多額の損失を与えたとして職務怠慢の罪に問われ、最高で禁錮10年の刑が言い渡される可能性があります。これまでの判決でインラック前首相は国家や国民に損害を与えるようなことを見過ごしたことはないと無罪を主張していました。今日の判決の内容によっては支持者らが暴動を起こす可能性があり、警察は厳重な警戒を取っていましたが、インラック前首相が欠席するという思わぬ形となりました。今後の情勢に大きな影響を及ぼすものと思われます。裁判は来月27日に改めて行われる予定となっています。